そうですね、見どころはですね、今回フッサとあとシビレ湖っていう湖に行かせていただいたんですけど、本当になんか膨大な量のこう素敵な衣装を着させていただいて、でその衣装も結構こう私が着たい雰囲気だったりそういうものをこう大好きなスタイリストさんが組んでくださって、なんかすごくファッションが大好きなので、なんかたくさん着れてよかったなって思うのと、やっぱいろんな一面がそこで見れるのかなって思うので、なんかより私のことを知っていただけるんじゃないかなと思ってます。株みずほファーストフォトブック11月7日発売。